有换油吗？有吗？安いな。台湾の朝ごはんです。僕が頼んだのはヨーファン油飯の35元と、ヘイバイチェってやつ、これ100元。
きます。うん、おいしい。熱い。美味しい。ここに
喜欢他的咖啡，还有来自他的二十月份的低调。めっちゃうまかったです。ここミーフェンタンも美味しい。それではここの紹介でした。月曜日は市場が休み、あっちのサイスーちゃんが休みなのでこっちで食べました。ここめっちゃおすすめです。台北に来たらぜひ郊外のエリアにも遊びに来てください。Google マップに載ってないんですけど、こっちのコンビニの住所は下に貼っとくので、よかったら。それではバイバイ、再见。